たがやったんか。これ、あんたがやったんか。ってあんたしかおらんわな。なんでこんなことするの？こんなことで私が喜ぶ思ってるの？それとも、ただの嫌がらせ？早く取ってよ。私がひよこ大事にしてるの知ってるやろ？大切にしてるから、こんなことするんやろ？それって、嫌がらせっていうか、もう嫉妬やん。でもな、日中、あんたらみんな仕事で出て行ってるから、私の相手してくれんの、この子しかいてへんねんで。この子は私にとっての、ベストフレンドやねん。それをこんな無残な形で吊るし上げて、この子の気持ちにもなってあげて。さっきから私、自分で何回も撮ってみようって、カリ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 椅子引っかいてるけど、撮れそう思ったら、この子の足が後ろにツルンって下がって、なかなか撮られへんね。さっきからずっと椅子ばっかり引っかいてるん。もう、お願いやから、撮って。このいたずらの代償は大きいで、あんた。特大のビスケット用意しといてよ。